当主信代です。はい、今回なんですけれどもちょっとまた、スーパーな、ゲストに来ていただきました。解説の林信代さんです。お願いします。いや、この画角に林さんおるよ。もうちょっとね、窮屈だもん。窮屈までされてますもん。狭い部屋で申し訳ないですもんね。ということで、ちょっと今回、なんと林さん出ていただくということで、はい、はい、家じゃなかったですか。いやいやまずは今回ですね、ちょっとやっぱりあの僕ら、はい、あの林さんに聞きたいこと山ほどあるんですよ、はい、ということでちょっとあの質問攻めにさせていただきたいなと。謎に見てることも結構あるんじゃないかなっていう。いや、あると思いますよ。何でも答えますよ。本当ですか。いや、もう本当にね、あの、まあ、すでにね気づいてる方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ伊藤も気づいてると思うんですけど、俺結構緊張してるよね。いやーこれなかなか見ないですよ。いや、やってるなって感じでございますけれども、ちょっと、はい、僕らからの質問ぜひぜひ堪能してください。はい、ではね、それでは、レッツゴー。何からいく？結構僕ら事前にね、質問をいろいろ考えてるんですけど、ちょっといいですか？何からいこうか。はい、まずはやっぱちょっとあれか、サッカーからいきたいか。まあ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 、ジャブ程度にね。ジャブ程度にいきたいっすね、はい、うん、ちょっと僕、あのアーサルファンじゃないですか。はいはい。で、まあいろいろ、林亮平さん、うん、グーナー説、はい、これがもういろいろ言われてると思うんですけど、まあ、ちょっとそこについて改めて林さんのやっぱこの推しクラブ問題、はい、ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、僕は、うん、これ実際推しクラブとかあったりするんですか。本当にないんすよ。本当っすか。で、ほんとね、これを言ったとしても言われるんで本当にやめてほしいです。本当に本当に全くっすか。全くないんですよ。あ、本当にっすか。本当に。C で言うんだったら、なんかこういうようなサッカーやってるクラブ好きとか、なんかその推しクラブというよりもなんかどういうサッカーが好きとかそういうのあったりするんですか。ポゼッションベースでありますけど、縦に速いサッカーも好きですし、まあ、いろんなチームにいろんな特色があるので、狙いを持ったサッカー、意図的にこう狙いがあったサッカーっていうのが好きなので、だから本当に推しでアーセナルが好きと か、 だかリバプールが最近担当が多いと、はい、コップとか言われたりとか、シティが多いとシティズンじゃないかとか。なるほどなるほど。もう変幻自在の。だからチームによってはなんかサポーターのなんかそのグーナーとかコップとかいろいろ覚えちゃって俺も。なるほどなるほど。そういう呼ばれ方とか、はいはいはい、だからこれをなんかグーナーじゃないって否定しても、それはなんか隠そうとしてるんでしょとか言われるんですよ。あーダメっすね。もうあの大変なんですよ。やばいっすね。大変なシーンでやめてあげてください。確定で、はい、だからその本当、僕が目指してるのは、はい、自分たち の、はい、そのチームのファンじゃないかって思われるぐらいの、うん、こう勉強量というか知識を持って臨みたいと思ってるんですよ。やっぱり林さんって、まあ、戦術とか、はい、そういう解説は、まあ、もうもちろんのこと、うん、あの本当小話持ってるじゃないですか。豆知識ですね。そうなんですよね、うん、そこが多分言われるゆえんなんでしょうね。間違いないですね。だから本当 SNS も調べますし、細かいところまで。じゃあインスタ結構海外サッカー選手めっちゃ、いやもうめちゃくちゃフォローしてますね。うわー、あとその妻とかね。その妻、恋人とか。そこまで抑えてるんですか。 そこの情報、この前だからルベンディアスに久しぶりに彼女ができたみたいな。でもいつの間にか別れてたとか。でそもそもなんですけど、いつからあの海外サッカー見始めるようになったの。海外サッカーね、中学の時に、はい、それはね、銀河系のレアル・マドリード。あー、なるほど。そこが入りなんですよね。はいはいはい。え、そっからマドリディスタにはならなかったんですね。そう、それならなかったんですよね。え、それなんなんですか。なんでなんだろう。それはマドリーが好きでサッカー見始めて、はい、バルセロナも見たし、はい、でそっからプレミアとかも行ったしみたいな。入りがマドリーだだけで一気にもいろいろ見始めてってとこもあるんですかね。ですね。あー、すごい珍しいタイプなのかもしれないですね。ですね。え、そういう中で多分ヒーロー、それとっての、はい、あのサッカー選手としてのアイドルって、はい、多分ズラタン。そうですね。それ銀河系軍だからじゃないんですね。軍人じゃない。イブラヒモビッチはね、あのスウェーデンのマルメっていうところに、あ、そっからなんか結構気になってて。マルメ時代からそう。マルメ時代にちょっと気になって、でそこからアヤックス行って、アヤックスで結構プレー見て、でそこからどんどんいろんなチーム行ってみたいな。そのファンっていう意味ではズラタン・イブラヒモビッチは現役中のチームはやっぱり好きっていうか応援はしてましたね。あー、なるほど。なるほど。てかもうズラタンのコサポ的な。そうそう、ズラタンのコサポでしたね。
うわなるほどな。ということで、まあ、改めてグーナーではないし、はい、一応もう本当平等に、もちろんもちろん特定のサポーターではないと。なるほどなるほど。え、そうそう、代表はどっか頑張れみたいな応援するとかないですか？いやそれもない。日本ぐらいですか？うん、日本も頑張ってほしいな、頑張って。うん、アルゼン、メッシのアルゼンチンとかも別に、うん、特に、でも思い乗っちゃいそうですけど、なんかね、あでもね、それはあんまない。え、あれですか、じゃあ別にあのジェズスもそうなんですもん、別にあれはあれはね、炎上したいや、そうですよね、初めて炎上したね、あれね、怖かったね。あれね、別に俺見てる時、そうでもそうそう、まあまあ、だからやっぱりそれはさ、まあ、状況が状況だったから、はいはい、やっぱりそこからいろいろそうそう、アディショナルに入ってね。でもあれはあれですよ、普通にフォワードとして、そしてジェズスとして、あれやったらいいよねっていうプレーをやってくれたから、ね、そう、だからあれがやっぱ一番簡潔に伝わりやすい、はいはいはい、うん、端的に分かりやすく僕はいつも伝えようとしてるんで、はい、そうなったらあれが一番こう分かりやすかったかなっていう部分で、そうなんですって言ったんですけど、やっぱあれ炎上したじゃないですか、うん、多分結構変なリップとか来ませんでした？いや来ましたよ、あの終わった瞬間になんか死ねみたいな。いやいや、ちょっとそれ、それはちょっと初めてだったんで、これはもうちょっと申し訳ないなと思ったんで、謝らないとなと思ったら、それも結構バズって、でも逆にその謝ったことによって、いや全然大丈夫だよみたいな、大丈夫っていうか、あんな普通だよとか、こんな普通じゃん、でもなんかやっぱりいろんな見方があるんで、そこで、まあそれも学びながら。だるくないっすか、正直。いやいやいやそんなね。あと結構ね、言われるのが、なんかそのアーセナル自分で やりたいとか言ってんのとか結構言われるんですよ。おお、結構周りからも。確かに、これって自分で決めてないですからね。あ、そうなんですね。担当試合は自分では決めてないです。あ、もう完全に向こうからのオファーで。オファーです、全部。自分から打診することとかはできるんですか？全くないです、それは。あ、そうできないです、できないです、それはもう、あっていうのはその媒体の方から、この試合お願いします、わかりましたって被ってたらできませんとか。そこまた大人の話ですけど、結構誤解されやすいところですよね。そうそう、誤解されやすい。なんか、わざとアーセナル担当多くないとか、うんうん、リバプール多くないとか言われるんですけど、こっちでは決めてないんで。そこの前、ちょっと聞いとけよ、マジで。SNS な。やめてる、お前。でちょっとそれのその解説関係でちょっと一個、はい、聞きした質問あるんですけど、はい、波長が合う実況者の方とかいるんですか？あーでもね、いろんな方、はい、最近もう、はい、下田さんとか、はい、野村さん、倉敷さん、はい、いろんな方いるんで、いや結構いろんな方に合わせられるんで、はい、その人によってまた違うというか、はい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 、でも誰でもいけますね。あ、もうじゃあもうこの人やりづらいだとかないですか？あ、全くないですね。あ、本当ですか？はい。オフトークでだったらどうですか？え、オフオフトークでもオフトークだったらどうですか？あの同じ解説業として、うんうん、リスペクトしてる解説の方とか、うん、この人のなんかこの喋り方とかこういうのはなんかすごいなとか思う人っているんでしょうか？これ今オフなの？これは、今どんなつもりだったんですけど、今のはオンっていいんじゃない？今のはオンっていいんじゃない？あでも前だったら戸田さんとか、あで、はいはいはい、今だと水沼さんとかの解説はすごく好きだし、はい、基本僕はこう解説で見るじゃないですか、試合を結局、はい、うんうん、で見る時にはこう解説を切ったりとか絶対しないんで、オンにはしないで聞きながら、あ、自分でこう勉強になることは聞きながらって感じであるんで、はい、なるほど。どうですか伊藤は？ちょっとどうですかね、最近で別に上手いからとかじゃなくて、はい、なんか俺こいつ好きだなみたいな、サッカー選手惹かれるなみたいな。惹かれるな。あー、なるほど、なるほど。いやだからモーガン・ギブス・ホワイトとか好きなんですよ。ああ、どういったところが？いやなんかあのラッパーみたいな雰囲気なのにめちゃくちゃテクニックあるし、さらに頑張れる、戦える選手、結構ファンタジスタ系なんだけど、うん、守備も頑張れる、でなんかあの顔つきもなんか結構ラッパーでチャラチャラしてそうなんだけど、めっちゃ戦えるっていう、あ、そのギャップみたいなところも。ギャップ、ホワイトだってそろそろマジ行くんじゃないですか？ね、来てほしいですよね。ですよね、あるんですよ、好きになる選手のタイプみたいな。そう、それね結構言われるんだけど、はい、あんまりないんだよね、なんか感覚的に、はい、あ、いいなとか。あ、結構そのチームによって好きな選手必ずいるんだけど、はい、なんか何があるから好きとかいうのあんまない。え、じゃあアーセナルで一番上手い選手とかじゃなくて好きな選手っているんですか？この選手いいなと。うん、どうだろうね、いやだから好きな
サリバンも好きだし、あのガブリエルの白い歯も好きだし、キラッキラっすもんね。ラッキラだし、そういうところもね。そう、するし。シティだったらどうですか、好きな選手。シティだったらっていう。シティはね、いや、いますよ、シティも。デブライネとかもめちゃくちゃ好きだし、ベルナート・シューバーも好きだし、魚屋の息子、グワルディオルも。いや、もう知ってるな、俺知らなかった。魚屋の息子なんですか。魚屋の息子なんですよ。じゃあ逆に嫌いな選手とかいるんですか。嫌いというか、なんかもっとこうしてよみたいな、そういうなんかこうドギマギするみたいな。ああ、いや、そういうのはないけど、はい、ムドリックもっとシュート練習しろよとか、あベルナーもシュート練習しろよとか、そういうのはありますけど、はいはいはい、ベルナーとかのプレーも頑張り屋だし、うん、頑張ってんの分かるから点決まってほしいなっていう意味で、うん、シュート練習してくれよとか思いますけど、うん、それこそ、ハイさんって現役時代ストライカーだったじゃないですか、はい、やっぱストライカーを好きになるとか、うん、でもそういうのってなさそうじゃないですか。ないんすよね。それがちょっと意外だなと思って。だからどのサイドバックも好きだし、センターバックも好きだし、はははは、現役中はどちらかというとストライカーはそれ見てましたよ、はい、でもそれはだからこの本とかでも書いてあるんですけど、はい、木を見る形だったんですけど、今こう森を見る、全体を見る形になったので、やっぱりいろんな選手を好きになりました、ね、あ、なるほど。じゃあ今林さんが仮にこう現役に戻るってなった時にどのポジションやりたいですか。センターバックやりたいよね。それはなぜ。いや、センターバックのビルドアップでは楽しいじゃん。あ、運ぶドリブルとか、はいはいはい、逆サイドにファンダイクみたいにフィードしたりとか。幼少期に経験とかはないんですか。ずっとあのね、小さい頃は中盤とかだったんだけど、はいはいはい、まあ、そこからそのプロになってからも全部フォワードだったから、後ろはなかなかやってないけど。でも真逆なんですね。 CF やってる、やってた選手が CB なんですね。やってみたいなって。面白い。CF はもういいんですか。試合もやるよ、それ。フリットみたいだもんね。あ、ちょっとこれも角度変えてたんですけど、はい、ハイさんって、ユニフォームとか持ってるんですか。いっぱい持ってる。これユニフォームマニアだったからね。あ、そうなんすか。現役中、じゃなくて、明治大の時の練習、はい、サッカー部の練習着の自由だったんで、はいはい、いろんなユニフォーム持ってたよ。インテルも持ってたし、イブラヒモビッチとか入れたりとか。いろんなチーム持ってた。そうなんすね。いや、そうですよ。実際、交換とかも。あるね。で俺がクラブワールドカップの時のサントス時代のネイマールのユニフォームを俺交換したから。あれ交換したら林さんだったの。そう、俺なんです。やばあの、あっちの試合終わって、はいはい、ロッカールームまで俺行って、ネイマールのとこまで行って、そしたら、いや、止められて前で、入れないよみたいな。だから監督が来て、いや、開けてやれみたいな感じで、開いて、ネイマール探して、ネイマール目の前行って。めっちゃいい笑顔で、いい子みたいな感じで書いてくれて。もうネイマール争奪戦とかならなかったんですか、それって。いや、意外とね、あのサッカー選手ってそういうのあんま興味ないんだよね。あ、興味ない。なんかそれプライドとかではなくて、ではなく別にって感じだったから。まあその時はもう、僕マニアだったから絶対欲しいなと思ってて。はいはい。意外とその現役のプロの方って、海外とかのサッカー見る人って少ないですか。少ない。思ってるより少ないよ。そうなんすか。だからあの選手とか言っても全然知らない、海外なんて全然興味ないっていう方が多い。あ、そうなんすね。多い多い。でみんな見ないんだけど、チャンピオンズリーグとかだけは見出すのよ。そうなると俺が朝行って、プロの時って寝ないといけないから、寝てちゃんと落ち着いた時に見返すんだけど、その練習場行っちゃうとみんな CL の何対何だったねとか話すの、それが入るの嫌だってここは見るんかい。そうそうCL だけめっちゃみんななんか結果言うみたいな。うわあ、でやっぱ持ってるんですね。今では買うんすか。今はね、買わないけど、でも普通にジャージとかは結構買ったりするよ。あのアップ見てジャージかっこいいな、あのアーセナルの今のジャージとかかっこいいなとか思ったりとか。あのイヤーライトのやつですか。そうそうそう。結構ね、そういう風な、結構解説の時も言ってるのよ。あ、ジャージかっこいいねとか、ユニフォームかっこいいねとか。この前リバプールの T シャツ買っちゃったし。またコップとかの味じゃない。そうなんですね。この前バルセロナのジャージも買ったし。ああ、普通にかっこいいなと思ったら買っちゃう。あ、そうなんだ、僕らも、はいろいろな、正直、マドリーのユニとかかっこいいじゃないですか、ベリンガムのかっこいいんですけど、やっぱりもうグーダー名乗ってる以上耐えないんですよ、やっぱり。まあまあ、でもこの前のシティのやつ出てたじゃん。
いやまあシティのあんなのダメだよね。いやーちょっとそこついてきますかマジで、ね、そこまでチェックしてるから、ね、いやいやいや見られてるわ。アカンジと横立ってたちょっとあれ言われるとこれはもう逃げ場ないっすよグーナーとしてダメでしょそれは。待ってください、でもアカンジに会えるんだったら来ますよやっぱりプレミアだったらやっぱり、まあね、そうっす、あれはちょっと、まあじゃあ特別に許してあげる、許してあげる。でちょっとじゃあちょっとそのなんか流れで、はい、タカンってオフの日ってあるんですか？オフの日はありますよ。え、オフの日って何してるんですか？サッカー見てますね。でしょうね、もうそうだろうと思ったもうでしょう。逆にもうサッカー見ずに例えばもう映画だけ見るとか、うん、もう本当にサッカーフットボールから離れることってあるんですか？それは筋トレしてる時ぐらい。いやじゃあ筋トレサッカー以外、筋トレサッカー以外、あとまあ食事。いや漫画読んだりとかしないですか？漫画あんま読まないね。映画見たりとかも、うん、やっぱサッカー見たりとか、サッカーの雑誌とかワールドサッカーダイジェスト読んだりとか、 あとはそのサッカーの書籍読んだりとか。そのオフじゃないじゃないですか。いやオフなんだよ俺にとってそれが、あでもほとんどだからもうあれっすね、もう実際はオンオフないないないっすね。ないないっすか。はあ、じゃあちょっとやっぱあのね、うん、いつ寝てるのか問題、はいはいはい、林さん、うん、これで、まあ、一応本にも書かれてあると思うんですけれど、はい、あれでなんとかなってるんですか？なってるから生きてるんでしょうか。え、ショートスリーパーとかなんですか？じゃないじゃない、ね、ちゃんと寝ないと。むしろ現役中なんて絶対10時ぐらいには寝て、はあはあ、7時ぐらいに起きてたんで必ず寝てたんで。でも今だってまとまった睡眠とか、そう今はねできないですね。もうですよ、ね、最近もうだ週末もそうだし、最近はミッドウィークとかもバンバン試合入るんで、はい、いやで最近なんか解説のはしごもあるんで、はしご解説、はい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 、このアーセナルリバプールが12時から、3時ぐらいまであって、うん、でその後移動して4時からマドリードダービーもやってたんで、うわーしんどい、もう夜暗い時に入って朝も明るくなってるっていう、うわーこれーこれだ。結構あれメンタルきません？いや全然もうすごいな、なんかやっぱりもう2月とかこれからなんですけど、やっぱり CL とか入ってくると僕らも本当に朝7時8時に寝て2時ぐらいに起きるみたいになってくると、やっぱおテント様に会えないじゃないですか。そうなってくると病んでくるんですよやっぱ徐々に。すごいっすか。いやだってでも別に昼間外出たりするからさ。いやー昼間そっか出ねえで寝てるから会えねえんだそっちかそうしたらそう日が落ちちゃうけど全然起きないといけないから。でちょっと戻っていいですか、はい、さちょっと結構長くなっちゃったんで、うん、最後なんですけど、うん、ちょっと一回戻って、はい、今期のプレミアの優勝予想、うん、これ聞きたいなっていう感じで思うんですけど。そうだね、まあ、解説者としてフラットで見てるけどやっぱり、はい、シティはすごいな。やっぱりですか、うん、まあ、そもそも、うん、あれですよね、あの開幕前にあのエルグラストさんとあれでお会いした時もシティっておっしゃってたじゃないですか、はい、変わらずですか。まあこれでデブライネ今戻ってきて、ね、ハーランド戻ってきて、はい、この選手層スカッと見ても、はい、ちょっと今シティかな。ちょっと抜けてますか、うん、でもリアプールとアーセナルの状態だと思うんで、まあ、そこは最後まで争ってほしいですよね。ただあくまで確率論的に言ったら、確率論で言ったらやっぱシティかなと思いますけどね。なるほど。でちょっともう一個踏み込んで、はい、まあ、多分あの CL 圏4位以内、うん、まあ、1、2、3はあの3つじゃないですか、はい、残り1つってどこだと思います？まあ、スパーズ、ユナイテッド、まあ、あとはソンビラとかも、ここら辺。いやビラは、まあ、頑張ってるけど結局スパーズかユナイテッドか。あ、確率的にはどっちが高そうですか？スパーズいいサッカーしてるからね。あだからユナイテッドはテンハーフで、はい、まあ、勝ったり負けたりしながら今調子上がってきたけど、はい、それがどこまで保んでるかっていう部分は、やっぱちょいスパーズ有利みたいな感じですかね。だと思いますね。あでスパーズアフリカネーションズカップ終わってみんな戻ってきたら、ね、結構選手層も良くなると思うんですよね。じゃあ1位シティ、はい、4位スパーズ、2位と3位アーセナルリバプールどっち置きます？難しいな。ちょっと酷な質問を。でもリバプールはクロップがね今年で退任だから、そうだ、いや1位やっぱり
そこは争ってほしいですよね。あーなるほど、シティ1位って決めたくはないですね。あーなるほどなるほどなるほど、アーセナルリバプールシティで、うん、その1位を目指して最後の最後まで争ってほしい。うん、いやそれ見れたら最高ですね、うん、早く決まってはほしくないですね。確かに結構他の欧州5大リーグ決まりかけてるじゃないですか、うん、そうそうそう、リーガーマドリーだしセリエインテルだしみたいな、うん、だから、まあ、これから林さんめちゃくちゃ多分忙しくなるじゃないですか、ね、CL とか始まって、うん、明日から5日間ぐらい連続で、うわぁ解説5日間連続サッカーってやってんだなっていうそもそもそんなスカッシュあるんだないろいろもほんと内部長くちょっと大丈夫です喋らせていただきましたけれども、はい、今回ですねちょっと林さんにちょっと出ていただいて、はい、たくさん質問させていただきまして、はい、まだねちょっともう一本、はい、ちょっとぜひ動画を撮らせていただきたくて、はい、ちょっと後日上がる動画を楽しみにしていただけたらなと、はい、そしてちょっと林さんから、まあ、告知といいますか、はい、そちらをちょっとぜひよろしくお願いします、はい、こちらにある林亮平のサッカー観戦術というのは2月15日から発売されているので、はいはい、ぜひ1100円です税込みで。安い安い。もう僕らねあのすでに、はい、あの読ませていただきました。読ませていただきました。はい、僕がその解説の時の、はい、その90分間のサッカーの見方とか、はいはい、まあ、その90分間のそのサッカー見る前に心構えとかやるべきことっていうのとかも話してあるんで、はい、ぜひ読んでいただければ。はい、概要欄にリンク貼っておきますので。はい、もうこれはねもうあの普段本読まない伊藤ですら。そうですね。もう読み切ったと。いやーね、俺めっちゃ一番苦手なことに読書が入るぐらいの俺が読めるぐらいだからだいぶね初心者の方にも分かりやすい。そうですね。内容のとおりになってくると思います。初心者が玄人まで全員、うん、全部が楽しめる。はい、はい。うん。ようとなっておりますので、じゃあちょっとそれのそちらの方のチェックよろしくお願いします。はい。ということで、林亮平さんありがとうございました。ありがとうございました。